何？何をお目当てに来たの？え、入れるかな？ねえ。しかもみんな結構並んでる風なんだよね。なんかもう並んでるように見えるけど、一体どこに並んでるか。そう。嘘の場所に並んでてあんなごった返してるの。ねえ。あれ、またポジション取ってる。昔はいいね。そう、いいでしょ。さっきより長い人多いじゃん。そうなのよ。サンドイッチだ。すごい。カフェです。これ東京の渋谷道玄坂の上に
反応あるカフェなんですけど、昔秘密基地ラボがあった時によくお世話になってました。まさか台北で見つかるなんてびっくりですね。ここも渋谷と同じで 3D プリンターとか、あとここにはミシン、刺繍のミシンがあるよ。すごいな。こんな紙大工のお店ですかね。このちっちゃなミニチュアの、ビッグベンと、フェルトがあります。これが紙でできている。すごいな。あ、戻ってきそう。止まんねえ。連絡来てる。あ、建物の中に避難したって。避難夢を見ているのかな。キャビン、あ、今日言うと、うーん、サンガ、うーん、かわいい。はいはい、試したい。